勇士は、あの、はい、幼稚園からの幼なじみですね。はい。なんか、あの、忘れられない思い出とか、すごいよく覚えてることってありますかとにかくやんちゃで、一番覚えてるのは、まだ <laughs> もう毎日のように漫画みたいな人だったのでね、うん、あの、いろんな思い出ありますけど、小学校6年の時に、沖縄に、 えー、修学旅行ではなく、うちは学習旅行という名目で、まあ割ときちん、なんかこう歴史を学んだりとかですね。まあ、そういった、割とちゃんと勉強をしに行く名目で行って、まあ最終日の、1、時間半とか2時間ぐらい、国際通りにこう放たれて、えー、まあ、1人3000円ぐらいだったかなそんなないか。まあぐらいですかね。1500円、2千三千3000円ぐらいですかね。 まあなんかそのお土産をね、買っていいみたいな時間があったんですけど、ウ士は、僕は一緒に行動はしてないですけど、あの、まあ、バスに戻るんですよ、時間が来ると。で、バスに戻ったら、なんか信じられないぐらい高価そうな、こう、いわゆる b ボーイの着る、こう、でっかいジャンパーみたいな。僕ちょっとあの、界隈に詳しくないんで、あんま、 用語とかブランドとかわかんないですけど、でっかいジャンパーとブリンブリンをしてて、小学校6年ですからね。さっきもそんな格好してなかったんですよ。それは見ててで。どこへ買ったのって言ったら、なんかそのみんながハイチュウとか買ってる通りの、ちょっと外れに行ったら、黒人のお兄ちゃんがいて売ってくれたって,って。だま、多分ですけどね。 まあ、いわゆるそのお小遣いいくら設定ありますよ。やはり小学生ですし。まあ、僕らが持ってた値段とはほど遠い値段持って行ってたんだろうなと思いますけどね。<laughs> 立派な洋服買ってたんでね、とか。まあ、最寄りの駅も近かったので、普通に仕事を終えて帰ってくると、夜の駅前に、あの、ボールをつく音がこだましてるんですよ。パインパインパインって音が。パって見たら、 もうほんと上裸に短パン履いた勇士がこうバスケットボールをついて歩いてたりとか <laughs>。あとはこういうでっかいカセットデッキを担いでよく音楽を聴いてたんですよ、道でね。で、まあ一時期バンドやってたので、一緒に。 いつまで聞いてんだろうなと思ってたんですよ。ずっと聞いてるんでね、リハが終わって、下北沢の街をこう歩いて、マクドナルドがあるあの辺りまでこうずっとやってるわけですよねで。もうなくなってしまいましたけど、あそこがやっぱり出入り口というか改札口だったじゃないですか、昔。で、そのまま担いで、そのまま電車に乗るんですよ。<laughs> まあまあまあ、まあうるさいですよね。でももちろん注意しますよ、僕は。 一緒にいましたけど、もう僕が文句を言って、勇士がうるせえうるせえっていう、ずっと間柄だったので。もうやめろやめろって話をしててもね、やっぱ聞かないんですよね。そういう、そういう世界に生きてる人じゃないので。うん。とかね、もう思い出すと本当にたくさんありますけど、岡本図のレコーディングに来て、いきなりやってきて。 その、まあ今撮ってる演奏とかをみんなで聴くんですけど、聴いてたときに来て、僕にこう、魂は全然こもってないから、全部やり直せって言ったりとか。<laughs> でもあの、僕は今すごくそのブラックミュージックというソウルとかファンクとか、そういうものをすごく好きで聴いてるんですけど、一つきっかけを与えてくれたのは有志だったので、 よく有志の家にみんなで遊びに行って、部屋で音楽聴いたりとか、そういう映画を見たりしてたんですよね。シャフトを教えてくれたのも有志ですし、ワッツタックスとかみんなで見たのも有志にでしたし、なんかそういう、特にその70年代の黒人カルチャーとか、まあ歴史背景なんかも、はい、ちゃんと分かってる部分もありましたし、 だ、とっても僕にとっては恩人ですね。ミュージシャンとしては。もう幼馴染としてはもう本当に最悪でしたけどね。<laughs> いや、最悪で最高の友達でしたよ。あんな人はもうやっぱり今後も出てこないですし、僕の身の回りにはもういないので。これはもう付き合いが長いから言えることですけどね。うん。悪口というわけではなくて、まあ過ごした歳月が長いので。ですかね。